秋がけ音楽番付8、フジテレビアナウンサーの戸部陽子です。さあ本日ここの読売ランドを一緒に回っていただく皆さんをご紹介しましょう。この方です。こんにちは。さあせーの、こんにちは、カヤクシャイです。2008年に韓国でデビュー。スマートかつポップなファッション、ハイレベルな歌やダンスで話題沸騰中のシャイニー。今年6月に日本デビューを果たした彼らがやってきたのは、数多くの絶叫マシンが体験できる読売ランド。遊園地は皆さん結構お好きですか？あー、大好きです。大好きです。そんな大好きな遊園地で最初に乗るのは読売ランドの一番人気バンデット。さあ、僕が今緊張している。早速絶叫マシン好きのケミンとジョンヒョンが乗る方に。全然怖くない。あれちょっとジョンヨン君涙が。いや、俺もテミンさんどうでした？泣かないで。続いてミンホキーオンユが体験。頑張れ、行ってらっしゃい。余裕の表情ですけどね。お姉さんは結構泣くなよ。次に彼らが向かったのは、本格的なレースが体験できるフォーミュラバトルレース。ということで3チームに分かれてシャイニーガチンコレース対決。運転しない方にはカメラを回していただきます。スタートポジションはご覧の通り。レースは2周で勝者が決定。いよいよスタートです。レッツゴー、頑張ろう。はい、さあ一斉にスタートしました。早くもジョンヒョン飛びチームが先頭に。チームも追い上げますが、ジョンヒョン飛びチームがフィニッシュ。やりました。1位です。やりました。シャイニーが早くも3枚目のシングルルシファーをリリース。
ルシファーはどんな曲になっているんでしょうか。네아루시파는한사람에게속박된사랑을표현하는그런곡이고요네그리고또이제뮤직비디오를보시면아시겠지만이제안무도굉장히멋있고또그리고이제저희의 네, 이제깨알같은연기나또그런모습들많이보실수있으니까꼭 TV 도많이시청해주셨으면좋겠습니다遊園地で満喫中の彼らが次に乗るのは 60m の高さまで 4G の重力で垂直に上昇するクレイジーヒュー。まずはボニューとミンホから。ヒュー、クレイジーヒュー。2、1。すごい続いてケミン、ジョンキョン、キーが乗ることに。ケミンのポーズ하고ヒュー。これではい、これでシューパーメン、シューパーメンみたい。僕は本当にこれ番組ですか。ですか。お、대박わ대박진짜재밌다재밌지재밌지どうでした。おー、びっくりしました。キー君、泣くなよ、キー君。キー君、今日は3回。早いですね。もう一回乗りましょう。もう一回乗りましょう。もう一回乗りましょう。なんか、キーさんだけもう一回乗らされるはずに。行きましょう。もう一回、じゃあ、キーさんだけ乗せてあげてください。行きましょう。行きましょう。シングルも発売されましたし、これからもっと頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは加賀谷くん、シャインでした。ありがとうございます。